チキン南蛮はがっつり美味しい揚げ物なのに、なんで鴨南蛮は地味なそばメニューなんだ。どういうことだ、どういうことだよ、クソ。ってことで、年の終わりに切れてないで鴨南蛮作ります。業務用スーパーで買ってきた鴨ロース、がっつり食べたい悪魔は厚めにカット、そばについてきたつゆも説明書通りに薄めて、沸騰したら鴨と冷凍の白ネギを入れて一煮立ちさせるぞ。ハッピーニューイヤーツーユー。今日の食材は業務用スーパーで全部買えるので、年末のそばがだるい人、業務用スーパーに立てこもってゾンビと戦ってる人におすすめです。その隙に大鍋でそばを茹でていく、たくさんのお湯で茹でるほど美味しくなるらしいぞ。ということで、水で締めてシャッキリポンしたそばにつゆと鴨を持っていきます。うまそうな見た目になっちゃった、いただきます。あったかくてホッとする、鴨の油と香りがスープに溶け出してて美味しい。こいつは地味料理界のファッションリーダーだ、存在感がすごい。鴨がネギしょってそばを湯切りしながらやってくるわけだから、まずいわけがない、まずいわけがない。2杯目はネギ特盛りモード。牛丼でもなんでもネギは盛れば盛るだけうまい。いやー、美味しかったってことで、ごちそうさまでした。